さあ集合、ぬるっていこう。はい、じゃあ、翔平と対五十嵐中学選抜、ごめん、3年生そうかな、お試合を始めます。中学生ぜひ楽しんで、あのおじさんばっかりだから。お兄さんまあなんで、あの皆さんで声出して元気よく違わないよう楽しくやっていきましょう。 OK! よし、行こう。はい、ということで、両平です。よろしくお願いします。選抜チーム対翔平始まりました。選抜チームの先頭は海斗くん、海斗対決ですね。ただこれ初球を振ってピッチャーゴロ、まあ、初球から振っていくのいいですね。はい、まずはワンアウト、翔平が奪いました。そしてごめんなさい、笑っちゃった。2番には中学生ひろと、はい、入りますね。うん、わかんないよね、多分ね。うん、さあワンストライク取って、このボールちょっと抜いたストレートかな。ジャイキリカイトのストレート動くんすよね、てか動かしてるんですよね。そこでちょっと打ちづらさがあります。はい、そしてこれ一つもよく見るサードを引っ掛けて、サード藤前が取ってアウトをしっかりさばいてツーアウトです。はい、3番には秋広くんが入ります。これ変化球かな、スライダーカーブ、うん、ちょっと大人げないかな。いやでもそんなこと言ってもね、中学生もバリバリ振ってくるんで。はい、そしてこれ強い打球、サードちょっと下がって藤前が処理してアウト。翔平初回は無失点に抑えることができました。選抜チームには、先発龍河くんがマウンドへ上がります。龍河くん去年ね、イルマボーイズの取材行った時に、ピッチャーで、対戦させていただきました。現在はクラブチームで活躍中です。翔平の先頭は楠木さんが入ります。強打ですね、いきなり強打の1番バッター。さあ本格版の龍河くんはどう立ち向かう。これゾーンとスパーンと振り抜いた打球、あっという間にレフト前へ。いやー打球速いっすね、ナイスバッティングです。まずノーアウトからランナーが出塁します。そして2番藤前、これ、フォアボールで出塁となります。さあいきなりチャンスです。3番には強打者田島さん、これがフラフラと上がった打球が、これはファールですね。はい、そしてこれ見てください、ソーンと手が出ず見逃し三振、ジャーソルキング、いやナイスピッチ。4番にはジャイキリのカイトが入ります。これも外いっぱいギリギリ入ります。いやビタビタに決めてきますね。はい、これインコースへのスライダーでジャイキリから三振を奪う。いやリュウがすごいな、ナイスピッチです。はい、5番もジャイキリが続きます。これも変化球でストライクを取ります。優作もねフルスイングで迎え撃ってますね。はい、またも空振りでストライクを取る。変化球合ってないんですかね、それとも変化球のキレがいいんですかね。はい、そしてこれ強い打球を捉えてファースト強襲、これが抜けてヒットになります。そしてセカンドランナーが入ってきて1点先制となります。そしてちょっとミスがあった間に1塁ランナーも帰ってきましたね。2者生還で一気に2点入りました。そして助っ人中村紀弘打法の磯部さん、ちょっとこんがらがってますけど、はい、これセカンドフライとなって、まあこの回ね、チェンジとなるも2点、翔平の方が先制することができました。はい、この回先頭は大助君から、さあこの回取り返したいですね。でいきなりヒットです、ナイスバッティング、三遊間を破るヒット。いやいいですね、綺麗に振り抜きましたね。続くバッターはピッチャーの龍河くん、いやいいスイングしてる、タイミング合ってんじゃないの、真後ろ飛んでるから、いやナイスバッティングですよ。さあこれランナースタートを切る、通り成功、いや早いっすね、ナイスランです。はい、そしてチャンスによってこれがフォアボール、
ノーアウトでランナー1、2塁となります。チャンスでバッターには大輝くんが入ります。いいですね、振ってきますね、スイングがいいです。さあこれ強く叩いた打球はレフトへ、セカンドランナーは爆走してホームイン。これ龍角はリターンでアウトになってしまったんですけれども、まあね、これがタイムリーとなって1点を返しております。いや、ナイスバッティングです。そしてソフト部のしおりさんが打席に入って、この時にもまたスチール、盗塁成功で同点のチャンス。さあどうする、フラフラと上がった打球、これはファースト高橋さんがしっかりとキャッチ、2アウトとなります。でもね、まだチャンスは続いてます。バッターには愛斗くんが入ります。はい、この打球ショート加瀬谷のところに飛んで、取るところまではいいが、やったー。そしてランナーが生還で同点となります。守備からの失点、いやー大人恥ずかしいぞ、加瀬谷そんなところで、そんなところでね、地面に這いつくばってないで。はい、そして続いては同じ翔平とね、同じポコチャの配信者ペロくんが打席に立ちます。さあ着てる T シャツは翔平 TV T シャツです。はい、これランナースタート切るもファールですね。これで、ワンボールツーストライクかで追い込んではいます。これもファール、粘りますね、シュアなバッティングフォームで。さあこれ捉えた、セカンドジャンプして取れずに打球は右中間へ。これでランナーが帰ってきます。勝ち越しのタイムリーヒット、ナイスバッティング。はい、そしてラストには翔平が入ります。翔平も中学生チームですね。さあこれライトフラフラと上がった打球、クリッチが大転倒、いや持ってるわクリッチ。はい、さらに追加点が入り、これで2点差に広がります。さあ翔平どんどん離されていきますよ、大人大丈夫か。いやこれね、面白いぐらいねミスが出るんですよね翔平。はい、そして1番カイト君に戻って、打球はレフトへ、ただこれが、レフトフライとなりますが、この回中学生チームが逆転となります。翔平先頭は先ほどやらかしましたカスヤからとなります。さあどうにかしてね、大人の意地を見せつけたいところ、アンド先ほどのミスを取り返したいところといったところで、この変化球えぐいっすね、やっぱ、まあ、さっきジャイキリ2人にも見せた変化球もえぐかったですし。さあどうする、その変化球を捉える、うまく合わせてレフト前へ。はい、これでノーアウトのランナーが出塁となります。続くバッターには高橋さん、ね、あの中村のりさんがいると思いきやタフイローズもいるんですよね翔平君が。ただこれは、高く上がったんですけれども、レフトフライとなってしまいます。これでワンアウトですね。はい、お次のバッターはムードメーカーのクリッチ。クリッチもさっきね思いっきりこけてますからね、バッティングでどうにかしたいところです。初球インローのストライク、そしてこれも同じようなところ、ピッチャー返しで華麗なセンター前ヒット、ナイスバッティング、チャンスになります。いや綺麗ですね。そして10番にはしゅんさん、これちょっとだけ弾いてる間にカスヤが一気に三塁へ。この辺の走塁技術はねカスヤ高いですよね。はい、そして変化球手が出ず、三振で2アウトになります。さあバッタリは両平、一度対戦経験あり、ただこれピッチャー返し、ピッチャー第3ローでピッチャーゴロとなります。これはねジャイキリの2人に後から普段の行いが悪いから抜けたかったんだと言われました。はい、中学生チームは先頭ひろとから。さあここは初球変化球でストライクを取ります。ひろともねちょっと打撃の調子が落ちてきているので、こういったところできっかけつかみたいですよね。って言ってね、これが外野へ大きな打球だが、田島さんがナイスキャッチ、ヒット1本というか長打1本奪われたような感じですね。さあバッターには秋広くんが入ります。これフラフラっと上がったファールフライだが、これも高橋さんがナイスキャッチ、これで簡単に2アウトとなります。さあ2アウトとなってバッターには大輔くんです。はい、これもいいスイングですね、まあ、後ろに飛んでるからタイミングは合ってますよね。さあワンストライクとなって、これもフラフラっと上がった打球
これがセカンド楠木さんのナイスキャッチ。この回はいいプレーが出ましたね。翔平図は無失点です。さあバッター先頭楠木さん、翔平図ね、ここでなんとか点は取っておきたいですね。早いうちに追いついておきたい。はい、これまたもねレフト線、レフトへのヒットとなります。強烈な打球、ナイスバッティングです。ただこれね中継プレーがめちゃくちゃ良くてシングルヒットで、抑えております。はい、バッターには藤前が入ります。これおっとゲッツーか、あとただこれは楠木さんスタートが良かった。バッターのアウトのみでワンアウトですね。ランナーが2塁になります。さあこれ田島さん逆方向へ長打コース、さあどうなるか。まあランナーは悠々と生還ですね。タイムリーとなり1点を返す、ツーベースです。ナイスバッティングです。はい、さあここでね回答いけるか。おー、また変化球、さっき三振を取られた変化球じゃないですか今のボールは。さあこれちょっとコツンと当てて内野安打、これがセクシー内野安打ってやつですね。いやーナイス出しです。でちょっとねここで見ててください。さあどうする、ファイトが、はい足はいや隙を見て二塁へ。カイトのこういうセンスのね出るプレーはねぜひ中学生も見て学んでもらいたいなと思います。さあバッター優作、これはすげえスピンかかってたな。ピッチャーゴロとなりツーアウトになります。さあバッターは磯部さん、これめちゃくちゃ高く上がった打球がライトの前に落ちる。そしてランナー1人生還、そして2人目も生還で一気に逆転となります。これで5対4です。さあバッターカスヤ、これインコース詰まった打球、ただおっとっとっと、はいやらかしました、ヒロト大エラーでーす。はいね、これ翔平図からしたらねめちゃくちゃ飯馬なんですよね。はい、ただねちょっと中学生チームのかわいそうなことしましたね。はい、続くバッター高橋さんのところはサードゴロ、これでチェンジ。ただこの回またまた試合が動きました。さあバッターには、ピッチャーの龍我くんが入ります。さあこれ溜めてうまーく逆方向へ長打コース、さあ足速いぞ、何塁まで行くか。ちょっとクリッチクッションボールやらかしてる間に一気に三塁へ、スリーベースで一気にチャンスになります。はい、バッターには大輝くんが入ります。これサードゴロ、おっとやったな、またやったな翔平図、失策の間同点に追いつかれます。いや翔平図エラー多いな。さあバッターにはソフト部しおりさん、この際にスタート。いや本当にみんな足速い、盗塁成功3つ目ですかねチームで。そしてワンアウトとなってバッター愛斗くんのところでちょっとギア上げたかな、三振です。そしてバッターにはプロくん、これがプロスバッターがつかだ球、サードがっちりキャッチ、前半は同点で終了です。後半まだまだ試合続きます。本日の動画は以上となります。チャンネル登録コメントグッドボタンよろしくお願いします。それではアイシャー翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。